サスティナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs、 国連が定めた持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことです。この番組では鹿児島で SDGs に取り組む企業や団体に注目します。つなごう未来。今回注目するのは鹿児島市のプライムアシスタンス。コンタクトセンター業務を中核に、ロードアシスタンス、ホームアシスタンスなど様々なお困りごとを解決するサービスを全国で展開。3カ所ある拠点のうちの一つがここ鹿児島センターです。私たちは車のトラブルや住まいのトラブルでお困りのお客様に24時間365日駆けつけサービスを提供しています。お客様のお困りごとを最上級のサービスで解決しています。また鹿児島 SDGs 推進パートナー企業として地域貢献にも積極的に取り組んでいます。 SDGs アクション、清掃活動を通しての地域貢献。地域貢献活動の一つが月に一度鹿児島中央駅周辺で行う清掃活動。毎回およそ40人ほどの社員が参加し、その実績から鹿児島市の美化推進団体にも認定されています。結構声かけていただくことが多くて、本当にありがとうっていうふうに言っていただいたりっていうことは多いので、お礼を言われるとやっぱり嬉しい気持ちになります。地域のために何か役立っていることをしてるなっていうので、気持ちはすごくいいですね。 SDGs アクション、地域福祉へのサポート活動。プライムアシスタンスでは地域福祉への活動にも力を入れています。その一つがフードドライブの活動です。フードドライブとは、家庭で余った食べ物を職場などに持ち寄り、地域の福祉団体に寄付する活動。社員への呼びかけをしたところ、400点以上の食品が集まり、鹿児島子ども食堂支援センターへ寄贈しました。フードドライブの活動を通して地域に貢献するだけでなく、食品ロスにもつながるので、今後も継続して活動をしていきたいです。2017年から全社の取り組みとして認知症サポーターの取得を目指し、定期的に講座を開催しております。持続可能な社会の実現に向け、社会にとって鹿児島にとってなくてはならない企業を目指したいと考えています。プライムアシスタンスはこれからも SDGs の活動に取り組んでいきます。地域への貢献でつなごう未来へ。